東京郊外にある町ビロード町。この町のビロードウェイと呼ばれる通りは多くの劇団が拠点とする演劇界の聖地となっている。この町で日本一の劇団を目指し日々切磋琢磨する満開カンパニー。劇団員はかつての栄光を取り戻すため今日も有楽町のとあるスタジオで稽古に明け暮れるのであった。監督さん、僕たちを咲かせてください。満開ステージ A3 ラジオ。はい、今回稽古に励むのは春組みなぎつづる役前川優希と夏組咲坂向役野口純です。はい、はい、さあ、今回もですね日本放送からお送りしておりますが、くそー、もちろんスタジオには僕たち2人しかいません。いませんよなんかね、違うのよもう俺がね前回の放送かな、で収録の時にまあどちらか体調が悪いと、いやそうなの、なんか体調が悪くてもう髪に噛んだのよ、あ、頭のそのなんかあれをね、あれを噛んだ、あれを噛んだ、もう噛んだところかもうどこ読んでるか分かんなくなってあれみたいになって、でも今回も順をそうしたろうと思って向こう、ね、向かいですごい変顔とかしてたら全然ブレンくて、フル無視したもんね。あ、なんかやってるな今フル無視された結果俺メンタルが折れてそこで、そこで折れたね、そこで折れて、あ、今折れたなって分かったもん。監督、監督さん、俺たちを咲かせてくださいに俺もなんか無垢に釣られて、ね、俺もすごいウィスパで咲かせてくださいみたいな感じで誰急に誰って急に誰って俺は誰ってなった。はい、今回はゲームに挑戦していきたいと思います、はい、2人で借金を減らしていくゲーム企画です。2人でじゃんじゃん減らしちゃいましょう。もうまだ返し切ってないの？返し切ってないそうだよ、まだ返し切ってないんだよ実は。だって始まってどんぐらいですかこれ。1年です。1年1年です。え、まあじゃあとりあえずまあちょっとやっていきますか、うん、やっていっちゃいましょう、はい、満開ステージ A3 ラジオ。満開ステージ A3 ラジオ、この時間は恋叶えるコスメ出雲がお送りします。満開ステージ A3 ラジオ。東京有楽町日本放送からお送りしている満開ステージ A3 ラジオ。この時間は春組みなぎつづる役前川優希と夏組咲坂向役野口純の2人でお送りしています。はい、そしてですね今回のコーナーはこちらです。目指せ関西チャレンジステージ。舞台では借金を全額返している満開カンパニーですが、ラジオの中ではまだまだ実は借金を抱えています。なのでですね今回もキャスト僕たち2人でですね、はい、力を合わせて借金返済ゲームにチャレンジしていっちゃいたいと思います。いや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 、え、あといくら残ってるんでしたっけ。あと、残ってる借金は380万だそうですまあでもね、逆を言えばね、620万、逆を言えばね、1年でね620万円を返したと。でも620万をね1年で返し続けてるってことは、うん、ちょっとずつ利子も溜まってるってことなんですよ。やめてください。結局ね380万じゃないのよ借金は。なんでそんなリアルなとこついてくる急に佐京さんみたいになるはい、今回ですね僕たちが挑戦するゲームですが、2人でチャレンジたくさん答えるクイズというゲームです。なんかさもう、うん、なんていうの、前回のラジオでも俺言ったんだけど、うんうん、なんかもう早くこのね借金を完済させて終わらせたいスタッフの意向があまりにも見えるすごいのよ、ね、もうすごくない、すごい、2人でチャレンジたくさん答えるクイズ雑なんよでもとりあえずルールじゃあ一回説明します、うん、はいはいはい、これからですねあるお題が出されます、はいはいはい、そのお題について交互に一つずつ答えましょうということです。はあ、なるほどね。例えばお題が、A ステのキャストだったら例えば前川優希、はい、野口純みたいな感じです、ね、交互にやってるのね。そうです、うん、それ交互にやって一、うん、つ答えられたらなんと5万円の返済です。一つにつき5万、一つにつき5万円です。結構すごいです。すごいですね、はい、でもし答えに詰まったらパスして OK みたいです。おう、制限時間が1分以内なのでその間にだからたくさん答えると答えた分だけこう返済ができると。だから1個で5万でしょ、2つ答えて10万ってことは、うん、で
残りが380万。うん、だから何答えればいいの、何答えればいいの、わかんないけど、ちょっとできないんだけど、バレちゃった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 、はい、でもね、100万円ぐらい行きたいね、でもそうだよ、そうだよね、だから、うん、え、2個で10万円ってことは20個答えれば100万円に返済できるってこと。あー、すごいよ。そうだよ、だから1人10個でいいんだよ。え、1分間でしょ。そう、1分間あるから大丈夫。でも答えの回答でもし怪しいのがあったら、うん、ゲーム終了した後にスタッフさんが後ほどなんか調べてくれるそうです。あ、だからもう気にせずとりあえずもうバババって言っちゃって、そう、だから俺らがゲームやってる最中にあのなんか謎の空白があったら俺ら言っちゃいけないこと言ったんだなっていう。そう、そういうことです。なるほどね、うん、いやー、なるほど、うん、まあまあでもこれは結構いけるんじゃないですか。いけそうですね。もうだから結局残り120万ぐらいはね、うん、いっちゃいましょうじゃないですか。どうします、順番決めましょう。じゃあじゃんけんします。じゃあ、いいよ、最初はグーじゃんけんぽい、はい、勝った人からいきます。あれ、俺からかですか。、はい、前川さんからの順番にしました。ちょっとじゃあ、まあだからそのもうお題をね、うん、発表しちゃうと考える時間ができちゃうということで、うん、もう発表したからどこからスタート。そうですね、はい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 、はい、それでは見ちゃいます。はい、でん、はい、今回のお題は A から始まる A 単語。アップル。アスファルト。え、あ、もうエア。アナダル。おお、あパス。あ、アフター。おー、いいね。アンチ。アールお、アンロック。あ、A 単語か。アグレッシブ。あ、アドリブ。アシスタント。あ、アナザーは言った、うん、アンチも言った、うん、アンパー、アンパー、違う、そういうことじゃないのよ。パス。パス。アンサー。おい、アンドゥ、ちょっと違う、アンドゥ、もう踊ろうとしてるやん、踊ろうとしてる、この人。パス。ちょっと待って、やばい。アクター。え、アクター。アクター、うわ、ずる、アクト。あ、ダメか、これはダメか。ちょっと待って、ちょっと待って、パス追わない。いや、ちょ、これは早く回さないといけないゲームだから。そうだよ、個数をね、やっていかなきゃいけないの。え、結局今何個答えました、僕たち。あ、でも14個よ、うん、全部で言ったか、言った個数は14個です。ああ、14個、はいはい、全部で14個です。で、そのうち大丈夫だったやつが何個かというと、それはまあ、ああ、ちょっと一回審査してもらいましょう。 あ、そうじゃん、アンロック U じゃん。アンロック、アンロックって俺言ったやつ、うん、アンはあの UN だから A じゃないのに。じゃあ俺やばい、やばい、俺結構俺頭いい、ね、良さげなあれで通ってるよ、ね、通ってるの。前回でもすごい頭いいんですよみたいな。確かに、俺全然答えてない。そういうイメージだもん。じゃあ、あれもしかして前川さんバレちゃったかもしれないですね、今回ので。やばいですね。OK ってことは全部で、え、今のってことは13個。だから13個かける5でしょ。はい、ちょっと、どういうこと。え、いや、なんで分かるかな。ってことだ、65万です。え、65万円ですよ、今ので。素晴らしくないですか。素晴らしくない。でも今の8割俺じゃないですか。そんなことないよ。もしかして8割、俺も頑張ってるよ。俺じゃ、じゃあもう一回いきましょう。次、じゃあ2問目いきましょう。はい、やっちゃおう。じゃあ順からスタートね。そう、俺がもうバンって見たらスタートやから、うん、いくよ、うん。でもなんで俺関西弁なの、本当にさっきから。ね、逆だよね。逆なのよ。じゃあ2つ目のゲームいきますよ。はい、お題はこちら。山手線の駅名。来た。品川。日暮里。渋谷。新宿。原宿。代々木。代々木上原。違う、それ違う。違う。山手線何が、大手町。え、違くない、なんか違うよ。もう行け、早く行け。パス。田畑。なんて、田畑、何それ、うん、おい、分からん、パス、え、スガモ、パス、嘘やろお前、こいつ高田のママ死な、え、俺もっとあるよ。山手線でしょ、もっとあるよ。分かんない。何、パス。池袋とか、そこ、あ、なるほどね、パス。あ、東京。さけやがって、こいつ。分からん、ほんまに分からん。え、パス。あれよ、有楽町と、うん、有楽町もそうだし、パス。こいつマジでやばい。
こいつマジでやばい。もう面白すぎて考えられない。早く早く、ちょっと待って誰こいつ。もっとあるもん、俺絶対もっとある。こいつくそ。あ、まあ、難しい難しい。だってそんな無理やもん。俺いっぱいあるよ。待って、こうやって見たらあーってなるけど、お前俺ら普段どこで乗り換えてんねんって話。え、じゃあどこ言ったかちょっとチェックしていきましょう。え、じゃあ上、あの一番上から言ってこ、田畑言った、ね、俺田畑言ったね、菅野も言った、菅野池袋言った、高田馬場言った、うん、ちょやって分からへんくなっちゃった。え、新宿言ったよな。まあまあ行った、じゃあ代々木も行った、うん、原宿行った、渋谷行った、うん、で品川行った、有楽町行った、東京行った、以上かな。日暮里も行ったかな。行った日暮里行った。え、結構行ってる。結構、いやでももっと行けるって。そんな、え、じゃあ見せて何個。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。え、ちょっと結構野口の中では素晴らしいと思っている。違う、野口の中は素晴らしい。野口答えたの2個ぐらいやん。さっきから渋谷原宿言うて咲きやがって言うぞ。分かる分かる。じゃあもう野口テンパり癖あるからさ。だって難しいやん。こういうクイズとかになると難しいもん。そのまだ12電車はまだ無理。19歳には電車は難しかったかもしれない。お前あとで話せば。カンカンカン言われた。カンカンカンって。はい、以上です。ゲーム終わっちゃいました。以上で、なんだっけ、たくさん答えるクイズ、2人でチャレンジ、たくさん答えるクイズ、おしまいです。あれ合計何個だ。だから12答えたってことは、だから50、うん、だから60か。60、え、100、ちょ待って待って、100、105、え、125万。すごいすごいよ。合計で今回125万返済した。5万円。え、このグダグダ加減でも125万返せてるっていう。125万返せる悪魔のゲームですね、これ。すごくないですか。すごい。どんだけ早くこのコーナー終わらせないのっていう。マジで。え、完成まであといくらですか。だから380万でしょ。だから260万。素晴らしい。255万。はい、バリました、計算。違う。バリ体調悪いねって。満開ステージ A3 ラジオ。縁結びの神様として有名な場所ってどこを想像します。いや、それはパワースポットの出雲でしょ。あ、やっぱそうですよね、うん、この出雲地方だけに咲く特別なバラ、さひめから誕生したのが縁を結んで恋を叶えるコスメ、出雲のを紹介したいと思います。おお。あ、今ハンドクリームを使ってみたんですけど、すごいいい匂いですね。そうですね、バラの香りでなんだかうっとりしちゃいますね、うん、皆さんも気になり始めたんじゃないでしょうか。恋を叶えるコスメ、出雲のめちゃくちゃおすすめです。ハンドクリーム、リップクリーム、ネイルオイルの3点が発売中です。オンラインのみでの発売となります。詳しくはローマ字で IZUMONO 出雲のと検索してみてください。満開ステージ A3 ラジオ。満開ステージ A3 ラジオ、この時間は恋叶えるコスメ、出雲のがお送りしました。 FM93 AM1242 東京有楽町にある日本放送からお送りしてきた満開ステージ A3 ラジオ、お別れの時間となってしまいました。いやーすごかったね。本当にガチャガチャしてましたよ。でもなんかさ、なんか新しい形だったのかもしれないよ。まあだからね、俺ら2人は初挑戦だし、若手2人のこう、いやそうですよ、なんか新鮮さあふれる、こうなんか母性あふれる気持ちで聞いてほしいですね。ああ、まあそうですね。なんか本当に過去一、うん、俺エステラジオでこのガチャガチャ、ね、ダラ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 してましたけど、さ、あのゲームのさ、うん、1回目のさ数え方ちょっと曖昧になったからさ、なんかもし間違ってたらごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさいってスタッフさんが言ってます。そこはちょっとご愛嬌というご愛嬌ということで。番組ではメールをお待ちしております。受付メールアドレスはすべて小文字で msa3@allnightnippon.com です。3は数字の3です。番組の感想や出演者の質問を募集しています。キャスト全体への質問を送ってください。番組のツイッターアカウントは msa3_radio msa3_radio です。ぜひフォローしてください。イエイ。
番組ホームページではスタジオの写真はもちろん、これまで放送した番組もアップされています。 A3 ラジオで検索してご覧ください。はい、そして、秋組単独公演が来年1月18日の土曜日から品川プリンスホテルステラボールからスタートします。僕たち2人も出演しているのでぜひチェックしてください。おい、はい、そして満開ステージ A3 初めての戯曲本が来年1月18日に発売されます。スプリング&サマー2018とオータム&ウィンター2019の2冊同時発売です。はい、現在オフィシャルオンラインショップや現在の書店、全国の書店で予約受付中です。ぜひチェックしてみてください。はい、そしてですね、満開ステージ A3 サマー2019のミュージックコレクションが絶賛発売中です。詳しくは満開ステージ A3 のオフィシャルサイト、この番組のホームページをご覧ください。はい、ということでこんな感じでお送りしてきましたけども、はい、あの、はい、スタジオのガラスの向こうの P の目が怖すぎる。そっちは見れん本当に。でも頑張ったね。頑張ったよ俺ら、ね、俺ら頑張った、うん、はい、うん、なんかすごい温かく聞き守るっていうのかな、ね、こういうのは分かんないけど、楽しんでいただけてたら幸いです、はい、ということで今回のお相手は春組みなぎつづる役前川ゆうきと夏組咲坂向け役野口純でした。バイバーイ。